疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、にゃんこ大戦争やっていきたいと思います。で、今日なんですけども、皆さん、もうすぐクリスマスです。ということで、なんとにゃんこにもね、クリスマスプレゼントが届いてます。まあ、クリスマスイベントがね、たくさん来てるので、ちょっとそちらをね、はい、いろいろやっていきたいと思います。で、まず一つ目が、まあ、にゃんこスロットですね。僕も引いちゃって、引けないんですけど、12月27までね、はい、にゃんこスロットこれできますので、まだやってないよって方は、マジで、このスロットね、ぼったくりです。いい意味の。絶対当たります。絶対当たるスロットなんでね、はい、やってみてください。さあ、で、あとはね、ステージの方でもね、ちょっといろいろ来てて、まあ、クリスマスということでね、まあ、トナカイがね、襲ってきてたり、まあ、なんかいろいろちょっとあるんですけど、まあ、こちらね、赤鼻サンタのプレゼントですね。と、あとは宇宙からもクリスマスが来た、と、なんとクリスマスが来た、なんかいっぱい来てるんですけど、で、まずこの赤鼻サンタのプレゼントからちょっとやっていこうと思います。で、このステージはね、多分余裕です。はい、誰でもね、はい、勝てると思うんで、このステージはね、ぜひやってください。しかもね、稀にね、キャラクターをゲットできるらしいです。ちょっとキャラクター名はね、忘れちゃったんですけど、なんか、稀にらしいんですよ。だから、なかなかゲットできないっぽいんですけど、来い！あ、ゲットできなかったですね。でもゲットできないんですけど、ここでね、必殺技使います。こちらね、サンタのプレゼント。まあ、どんどんこう、新しいのが出てくるんですけど、後になりにつれて、そのね、キャラクターをね、ゲットできる確率が上がっていきます。ですがね、俺みたいにせっかちで早く捕まえてよって方は、トレジャーレーダー使ってください。そしたらね、必ずゲットできます。というわけでね、マジで、俺の課金しまくった最強パーティーでね、もう一瞬で倒していきたいと思います。頼む。頼む、ボコボコにしてやってくれ。え、待って、やべえ、強くない？ちょっと待って待って。トナカイがサンタなんかもう引きずってんだけど。引きずってる？やばくないこれ。オーケー。いやー、言うですね。トナカイ一気ということで、一気はね、させませんよと。さあ、猫のプレゼントというね、キャラをゲットできますんで、皆さんもぜひゲットしてください。さあ、続いて宇宙からもちょっとクリスマスが来たみたいなので、多分この辺のステージになってくると、ちょっと難しいのかな。と思うんですけど、まあ僕くらいになると余裕なんでね、ちょっとやっていきたいと思います。さあ、とりあえず、金食べます。おじさんがサタンだよと、サンタじゃないらしいんで、ボコボコにしたいと思います。サンタ以外はちょっとね、ボコ断りで。さあ、とりあえず、ニャンマですね。こいつは火力特化の HP なしです。はい。攻撃力だけを考えてキャラです。やばい。え？やばいって。ちょっとやばいよね。いや、でも、だがしかしみたいなのがある。あ、俺のこの、ダークダルターニャ。これやばいっすよ、僕。マジで。キャッツアイ使って、ダークダルターニャのユニレベ上限解放して、全部基本30までしかいかないんですけど、ダルターニャだけ40レベルいってます。よし。で、これはクリアすることに福引きチケットがね、もらえるらしいので、まあ、やり得。福引きチケットこれで、大量ゲットして、ガチャ回し放題っていうので、ちょっとやってみてください。で、ちょっとクリスマスイベントこれやりたいんですけど、これね、僕、大狂乱の鳥、結構やってね、クリアできてないんですよ。てか、狂乱ステージね、合計9種類あんのかな。で、僕多分6種類ぐらいもクリアしたんですけど、あと3つがね、全然勝てへんの。マジで勝てんくて、せっかく来てるんで、ちょっとリベンジさせてください。で、アイテム全装備で行ってきます。いや、マジで勝ちたい。狂乱ステージレベル高すぎる。で、これは、足止めします。まず足止めして、金増やします。で、このね、この猫の鳥か、このね、相手の敵ボスがマジで強いんですよ。えぐいんですよね。もう強いどころじゃないんですよ。壊れっすよ、壊れ。強すぎて話になんないんですよ。一旦このちびっこいやつら生贄にしてね、お金食べます。で、こっから敵のね、他のキャラクターが出てくるんですけど、そいつらも強いんですよね。よしよし、お金貯めて。さあ、トナカイです。いやー、トナカイは悪です。お金貯まってきたんで、ちょっと出しながら。あんまなんかね、お金貯まっても出さないのがいいって言ってましたね。なんか、やられちゃうんですよ、結局。みんな、ちょっと待って待って。頑張って、無理に出さないで、そこそこに出してね。で、このコスモが、結構いいんですよね。あ、よし、コスモがね、射程が長いんで、攻撃できるんですよ。これ射程長くないとね、マジボクされるんで。いやー、で、お金ちょっと貯まったんで、あー、みたまちゃんね。いやー、これあんま出さない方がいい。これ届かないんでね。で、トナカイを処理するために他のキャラを出していきます。いや、マジで頑張ってくれ。いやー、赤いやつ来た。イノシシ来た。マジで。あいつもね、化け物並みに強い。さあ、ここはさすがにフルで頑張っていきたい。
いやここねマジでいつもこれで押し切られるんすよ。頑張れ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 マジ頑張れ。これはもう連打することしかできん。いやでかい倒せたのでかい。いやしかも遅らせてる。足鈍らせてる。熱い。待ってここまで来たことない。待ってワンチャン勝つぞ。俺マジでここまで来たことないんです。いつももうこの段階で散ってるんですよ。でかい。あんま出しすぎないんだよね。多分あんま出しすぎないって書いてたんですよ記事に。いやーもう全部消えてる。頑張ってくれさすがに。うーん、いやトナカイ強すぎトナカイよ。よくあるよもうちょっと。いやいいよ。え待ってワンチャンありそう。待ってやばい全部いなくなった。やばい。いやマジでワンチャンありそうなんだけど。ワンチャンありそうなんだけど。あーこれもうイノシシの色違い。あートナカイマジ、あのこの相手のサブキャラっていうかこのトナカイとかは無限にね時間経つごとに出てくるんですよ。だからまあ何体倒しても出てくるんですよね。僕がこのボスを倒していかない限り。なんだけど一応お金はくれるんで倒せば。いやでもマジ無限ループなんですよね。これの無限ループなんで多分雑魚キャラって言ったらよくないね。縦キャラです。あの縦のキャラをあんまりいっぱい出さない方がいい説がある。よし猫壁だけ行こう。猫壁だけ出して。いやマジである。こんな長期戦になるとは思わなかった俺も。なんなら多分あと30分ぐらい戦うかもしれない。やばい頑張ってコスモ。いやー頑張って。おいこんな続くと思ってなかったって。やばいって。白熱してる。しかもこれスピードアップのアイテム使ってるからね。多分2倍タイムしてなかったらすごい激戦でしたよ。いやでもまだいける。えとかさ何も硬そうじゃない。あの相手のボスさ紫色のね HP 高すぎなんですよ。やばい。これあのお金あんま使いすぎない方がいいですね。縦定期的に出してコスモで回収。あのマジで近距離の範囲の超高火力なんですよ相手のあのボスが。なんで遠距離でじわじわ与えていくとかが大事らしいんですよね。だから遠距離のコスモが、あコスモ行かれたらやばい。めっちゃ頑張ってくれてた。しかもこれコンティニューできないんですよ大凶乱。やばい。いやマジで。頑張れ。いやもうちょっと OK。 いけるダメージ与えてる。トナカイ強いって。いやマジである。これクリアできたらガチで熱い。ここまでた、いやもうなんだお前。ミャンマーはね HP 低いんですけど火力高いんである程度のダメージちょっと与えてくれてる。やばい耳かゆいじゃんもう試合長くてこんなに、あやばい行かれた。ちょっと待ってよこれ勝てるのか俺は。一体勝てるのかどうかもうすごい分かんない。これで負けると結構来るね。いやでもすぐ行けそうなんだよな。やばいこのイノシシとかがやばい。トナカイ強えなマジで強え。やばい。え俺待って俺このサイドキャラに負けんの。ああ夢は見れた。これで体力半分いってないですよ。えぐくないですか。さあということでまあクリスマスね、クリスマスガチャ来てないわけがないでしょ。あしかも今ねなんと極猫祭来てます。いやもう極みですよ極み。引くしかないじゃん。だってマジでかっこいいし、しかもねこの黒キャスリーですね。まあキャスリー、まあ、いわゆる黒キャスって呼ばれてるんですけど、これがねマジ強いです。本当に僕が持ってるキャラのだから全てのよりも上、とりあえず一番強いです。はい、このダークキャスリーをゲットすればニャンコを攻略したと言っても過言ではないぐらい強いです。だから本当にそんぐらい強いのはね、ちょっとダークキャスリーをゲットしたいですが、なんと横でね女の子がちょっと誘惑してきてます。ギャルズです。クリスマスギャルズ。さあね、まあクリスマスイベントのメインの方は
まあこちらですね、限定キャラクターがあるので、まあだからクリスマス限定の可愛い女の子を撮るのか、それとも強くてかっこいい猫さんを撮るのかっていう、どっちを撮るかな。そんなも一択っすよね、誰がどう考えてもね、一択ですよこんなん。しかもですよ、今750ですよ初回限定、もう行くしかないです。頼む、可愛い女の子来い、可愛い限定ギャル来い、可愛いギャル、ギャル来い、ギャル、ギャル、ギャル、違う違う、いやマジで欲しい欲しい、え、え、ドロン、洗脳されしタンク猫、いや違う違う違う、ギャルじゃねえ、寿司、おい爆笑やないかい、いやマジでマジで欲しい、本当に欲しい、シンプルに可愛いのもあるし限定欲しい、可愛いのもあるけど、え、お、じゃあ付き合います、このこと猫ナースキャンダルです。ちょっとこの後見ます。うわ熱くね、猫にゃーナースキャンダルと雪だるまのスノーカイ、さあこれです、猫ナースキャンダル、しかも第3形態追加と雪だるまのスノーカイ限定2体ゲットです。あっちーマジでめっちゃでかい、さあというわけでギャルゲットしたんで、もう満足です。2人もいれば余裕でしょ、猫ぜ行くぜ、キャスリーです、いやマジでキャスリー狙いです、ギャルとキャスリーでも幸せ。お、持ってない持ってない、見たことない、なんだこれ、かわいい、キタキリスズメ、はい、まあ、持ってないんでありがたいですね、まあ、どうせなら限定のキャスリー、キャスリー、まあまあまあ、あ、ちなみに僕ガオーとダルターニャ持ってるのでそれ以外の限定がいいですね。どうせなら黒キャス、よし行きます、頼む、え、これ歩くない、なんか金の線が入ってたっぽいんだけど、超激レア一体確定、おじいちゃん、おじいちゃんだよ君、オイルがです、まあ置いてますもんね、いやーなかなか出ないっすね。うっ、じゃあ持ってんねん持ってんねん持ってんねん、あんたあんた持ってんねん、いやめちゃくちゃいいっす、ガオ強いしかっこいいしマジでいいんだけど、持ってるねん、まあ、悪くないよ、いや今でも引き結構良くないですか、ギャル来てガオ来て、いやー何も線が見えなかった気がするな、武田君、いや持ってんねんだから、じゃあ持ってない、うわー今日引きがいいわー、バルス、うおバルス、え2連チャンでバルス、そんなことある、やばくね、あ持ってるんですけどね、あ待ってやばい、引きはめっちゃいい、超激レアはね出てる、いやーいや欲しい、マジで黒キャス欲しい、いやこれ来ました、金色の線がね入ってました、多分一体は出る、持ってないやつ、黒キャス、うわーマジか、いや悪くないんだけどさ、もうラストです、ラスティングいきます、頼む、いやー際どい、頼む、あポセイドンでした、あ、あーダクダルターナ2体目2体目、俺ガオとダークダルターニだけ持ってんの、持ってるの両方出たということで、まあ、ギャルもゲットできたし限定もゲットできたし結構満足な結果っちゃ結果だったんだけど、いやかぶったらつれえな、やばくない、限定でさかぶると結構悩ますね、また課金して挑みたいと思います。でもね課金ちょっとしすぎてるかもしれない、しすぎて結構もういろんなキャラをゲットしてしまったことによりかぶってるまでもあるんで、まあ今年1年近くねにゃんこ大戦争の動画ちょっと上げてきましたけど、やっぱここまでやり込むことはなかったんでやっぱおもろいっすね。僕クラロワしかほんとゲームやってなくて、クラロワの次に今多分にゃんこやってて、しかもやり込んでて結構強いキャラもゲットして、まあクリアできないとこまだまだあるんですけどね。にゃんこってね、なんかこう僕の中ではすごい緩い感じのゲームのイメージがあったんですけど、やっぱやり込めばやり込むほどなんかもっとやり込んじゃいますし、ちょっとほんとこれ以上の課金には気をつけなきゃなと思いながらも、またねこれからもちょっとにゃんこ動画上げていきたいと思いますね。皆さんも一緒にね、はい、僕でちょっと強くなりましょう。ということで皆さん、メリークリスマス。